誰もがジョーノを誤解している。ジョーノは冷徹だが、その実は暴悪を憎み弱きを守る勇者だ。今一度問う、ジョーノの居場所を言え。本来なら俺は先ほどの吸血種の首を追うべきなのだろう。だが5分だけ俺は正義よりジョーノの方を見る。答えろ、ジョーノはどこだ。猟犬に次ぐ探偵者の一人を確保した。これより拷問で敵の計画を吐かせる。邪魔が入らぬよう他の探偵社員を足止めせよ。了解。無線が復旧したのか。拷問、そうだ、気の毒だがお前の仲間はもう助からない。正義を追うべきだった。静かな頭で考えれば、ジョーノが俺に事件を放って助けに来てくれというわけがない。友を見誤り、正義を見誤り、敵を見誤った結果がこれだ。もはや猟犬たる資格はない。やれ。その人を一緒に探しましょう。静かな頭で考えれば、僕があなたに怒る理由がありません。そうなのか。あなたはどうです？その前に力を使いすぎました。ちょっと休憩を。ああ、俺もだ。俺は鉄長だ。お前は？ケンジです。ケンジ。